岐阜の名景。この番組では後世に伝えていきたい岐阜の情景をお届けします。高山市奥飛騨温泉郷平湯。標高1200メートルを超えるこの地は冬、辺り一面が雪に覆われます。4万年前の火山活動で作られたのが平湯大滝。およそ64メートルの高さから流れ落ちる雄大な流れはこの時期、巨大な氷の柱へと姿を変えます。高い岩場から地上を突き刺すように伸びる氷の柱、流れ落ちる水のエネルギーを閉じ込めた極寒の風景は、自然の厳しさ、美しさを私たちに伝えてくれます。で、まあ、大体、まあ、マイナスの日が多いですね。ですよね。まあ、上から下まで大きな滝が凍ってしまうという、はい、でそれをせっかくなんでライトアップして皆さんに見ていただこうかなと思ってやってるイベントなんですけども、平井の皆さんがまあ、ボランティアという感じでみんなで作り上げてるんです、はい。年にもよりますけど、大体3月終わりから4月上旬ぐらいまでは氷が残ってると思いますので、はい、その間は楽しめるかなと思われますね、はい。山並みの間から望む冬限定の絶景、平湯大滝の氷瀑。自然が作り出したその姿は氷の芸術です。